田公園ですね、播磨町。駐車場はね、そこでね、ちょっとね、300円1回払わなかったな。しかしね、結構ね、親の人ね、普通にそこに止めて入ってね、まあ、300円の投資は仕方ないという感じでやったのからね、まあ、子供を自由に遊ばすという意味では、いいでしょう。これは何ですかね、出会いがあるのかな、出会いの森って書いてあるよ。出会い、はい、何やろね、花水木かなんかや。子供の遊び場ですね、これは。あ、勝負が咲くかもね。そこの出会いの道ずっと歩いてもいいねんけどな、なんか花があんまりないような気がして、なんか、子供の遊び場やね、これ。ちびっこ広場。今日なんか平日やけど、やっぱりみんなが行儀来てはるいうことは、結局人気あるんやろね。この塔はね、すごいね。何のための塔かわかる。目印か。おお、ごちそうさまの、こいやな。こいが多い。これ、勝負みたいなもん咲くんちゃう。後でお姉さんに聞いてみようか。これなんか、ね。なんかこれ咲くで、多分。何かはわからない。分かる人教えてください。池はある。水蓮は咲かないさ。水蓮はなさそう。しだれ桜やって、枯れてますね。ないじゃないですか、花ね。なんか、あ、向こうはお墓やっけな。何かあればいいんやけどね。ちょっと向こうの方まで行ってみましょうね。まあ、子供の遊び場としてはいいでしょうね。はい。子供は元気やね。あの坂でも走ってきようよ。お父さんお母さんも大変やな。写真撮影。花は多少こういうの咲いてますね。滝があるか。はい、またね。あんな坂道を普通のズボンのとこで滑ったらボロボロなれへんか。そういうやつになってるのかな。みんなめっちゃ楽しそうに滑ってるけどな。怖い分知らずやな、みんな子供は。人気あるんやな。芝生のあんなやつでも人気あるもんな。なんかお尻に敷いてさ。はい。